今日の御言葉は旧約聖書ハガイ書一章一節より十五節までを読みます。ハガイ書一の一章の一から十五まで。開きましたか？どうぞ。タレイオス王の第2年6月1日に主の言葉が預言者ハガイを通してユダの総督シャルティエルの子チェルバベルと大祭司ヨチャダクの子ヨシュアに臨んだ。万軍の主はこう言われる。この民はまだ主の神殿を再建する時は来てないと言っている。主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。今万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を留めよ。種をまく種を多くまいても取り入れは少ない。食べても満足することなく飲んでも酔うことはない。衣服を重ねても温まることなく金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものだ。パン軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を留めよ。山に登り木を切り出して神殿を建てよ。私はそれを喜び栄光を受けると主は言われる。お前たちは多くの収穫を期待したがそれはわずかであった。しかもお前たちが家へ持ち帰るとき私はそれを吹き飛ばした。それはなぜかと万軍の主は言われる。それは私の神殿が廃墟のままであるのにお前たちがそれぞれ自分の家のために走り回っているからだ。それゆえお前たちの上に天は露を降らさず地は産物を絶たなかった。私が干ばつを呼び寄せたのでそれは大地と山々と穀物の上に新しい葡萄酒とオリーブ油と土地が生み出すものの上にまた人間と家畜とすべての労苦の上に及んだのだ。シャルティエルの子ジェルバベルと大祭司ヨチャダクの子ヨシュアおよび民の残りの者は皆彼らの神主が預言者ハガイを使わされた時彼の言葉を通して彼らの神主の御声に耳を傾けた。民は主を恐れ敬った。主の使者ハガイは主の派遣に従い民に告げていた。私はあなたたちと共にいると主は言われる。主がユダの総督シェルティエルの子シェルバベルと大祭司ヨチャダクの子ヨシュアおよび民の残りの者すべての霊を奮い立たせられたので彼らは出て行き彼らの神万軍の主の神殿を建てる作業に取り掛かった。それは6月24日のことであった。アーメン。祈ります。主なる神様、今日この時間もあなたが与えられた救いを得る唯一の神の名であるイエスを信じてあなたの子供として永遠なる神の御国を目指している愛する子供たちがこの時間もあなたによって今まで生かされ歩んできた日々のすべての日々の愛と恵みに心から感謝しさらにこれからも継続的にあなたに聞き従うことによってあなたに守られ祝福され用いられる、そして生まれ変わった正しい信仰作りと生活ができるように今日も真理の御言葉を通して愛する子供たちの信仰と信仰生活を整えてください。イエスキリストの尊き皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。先週の月曜日12日は和歌山地の果て宣教協会の剣道礼拝を
捧げる日でした。去年の9月から飯島という羊の食堂お店の方で主日礼拝を捧げるようになったんですよ。それで今年の初めに礼拝堂が与えられて、12日に剣道礼拝を神様に捧げることができたんですね。剣道礼拝を捧げるようになるまで和歌山地の果て宣教協会のために全てを尽くして忠誠を尽くした人が誰かというと、イーツマ・シチャジナ。彼は主日礼拝を自分の食堂でお店を開けて礼拝を捧げ、礼拝の後にはお店にある材料、材料を使って、集まってくる信者たちを信仰によって心からもてなした。もちろん肉もたくさん焼いたから皆が喜ばれたという話も聞いています。惜しまず主に尽くし捧げた。でこの礼拝堂が見つかる、礼拝堂を見つけたのもで全部彼女の、信仰の結果ですね。それで彼女この剣道礼拝が終わった次の日、私とサモにも関西空港へ送った後に帰ると、それまでの疲れがどんと襲ってきてひどく眠くなった。それで一寝をした時、すごい光景が、夢の中に現れたそうです。天に花火で、花火で 天で花火でおめでとうという大きな文字が書かれ、天国で宴を、行っている。そしてそこに大きな足跡、大きな天に足跡がついていたと、彼女もびっくりして連絡が来たんですね。わあ、牧師これすっごいですね、天でおめでとうと宴をやりながら花火でおめでとうという文字を点で記してくる。それに足跡がついて、足跡、大きな足跡が、足跡とは何を意味するでしょうか。今まで歩んでくるとこう足跡がつく。今まで行ってきたのを、歩んできながら行ってきたその跡を神様が見ておられたのが神の国にもついているというんです。信じる人はアーメンと拍手をたまによく。人はいちいち、いや牧師はいちいち見ても聞いても忘れたり、いちいち全部見ることを知ることはできませんが、ありのまんまがそのまま全部我々の生活が天にそのまま登っていくことをはっきり信じますように。そして人生、そして信仰生活、間違いなく正しくやって神の国で大きなものになりますように。イエス・キリストの皆で祝福いたします。アメン、そういう霊的な印があったんですね。剣道礼拝当日に彼女にはメイの娘さんから、メイ子が吉田さんという人と結婚して、同じ和歌山に住んでますが、3歳ぐらいかな、可愛い子供もいて、本当は幸せ坦然であるべき家庭なんだけど、メイ子の方に問題があります。彼女は病院行っても病名のわからない病気にかかっていて、先々週電話がかかってきて、牧師が電話で祈ったのは心臓の拍動、これは高鳴ってどうしようもなくて祈ってくれと言われて祈ってこれ治ったんだけど、また他にも病気があったそうですね。その飯島執事の話を聞いたら、まず手が動かないから、手が動かない、麻痺したみたい。それで洗顔も自分でできない、髪を洗うのもできない、
そして夜は横になって寝ることができない。ずっと立ちっぱなしでイライラしてる。幾日もこんな横になって寝ることができない。幾日も、一日じゃなくて何日も立ちっぱなしで寝ることができない。だからもう大変苦しい。それでイライラしちゃうから電話して、おばちゃん、私おばちゃんのお店連れててくれと電話来たら、迎えに行ってお店に連れてくると、またイライラして立ちっぱなしだからまた家に戻してくれと、これを一晩でも4回5回やって、一晩でもこういう生活は繰り返して続いていたから、おばちゃんの目で見るとこれはまるで滅びしか、自分の姪子には滅びしか見えなかったと。方法がないの。病院でも癒してくれるどころか病名も分からないから、救急車で運んでも返される。なんで病名が分からないから。ですからおばあちゃんが大変なの。病院で病名も分からない病気だから、見た目では何も起きてないから、主人の方はお前仮病してるの、仮病、こう言われる。しかし本人は、皆さん仮病で幾日も立ち番して寝ない人いるの？これデモでもないのに、本人の苦しみが分かってもらえない。誰にも、家族にも、旦那にも、病院にも。で本人はもうだんだん滅んでいく。だから顔も洗わないね、顔も洗わない。こういう状態が続いてた。で礼拝に来て、礼拝が終わった時に、一番真っ先に、一番初めに牧師の暗示を受けたの。牧師の暗示を一番初めに受けて、どうなったでしょうか。その日家に帰ったらぐっすり寝るだけ。今までずっとぐっすり寝る。昨日おとといかまだ連絡が来たの。おばあちゃんから、顔も洗えない、髪も洗えない、全部それをおばあちゃんがやってあげた。おばあちゃんが顔を洗ってあげたり、髪の毛も洗ってあげたり、全部してたのに、この人がね、このメイクが全部癒されて、運転して現れた。運転して自分の車を運転して現れて、元気バリバリになって、滅びしか見えなかったメイクに全く新しい運命が変わった、新しい出発が始まったと。天でおめでとうと書いた。天国で宴をやっていた。天国で花火やりながら、天国で大きな足跡がついていた。今までやってきたの全部天国の足跡、屋内の書に記されて、見た通り聞いた通りを報いてくださり、慰めてくださり、祝してくださり、それも永遠に祝福してくださる神様であると信じますように。イエスの名で祝福いたします。アメン。じゃあ聞く人はどうか知りませんが、本人たちに、当事者たちにおいては、これが運命の変わる話で、そうでありません？李執事が言ってましたよ。メイクを見ると滅びしか見えなかったの。まだ若いのに、まだ30代の若い女性なのに、寝ることもできないし、顔を洗うこともできないし、お母さんとして主婦として何もできない、人に迷惑ばかりかけてる。でも迷惑をかけて、人に頼っても人が助けることはできない。お医者が助けることはできない人を家族は助けることはできるはずがないでしょ。これがおばさんの信仰による努力。おばさんが和歌山地なって選挙協会を建てるのに、今まで継続的に先頭に立ってこの聖殿を神様に捧げるまで、身も心も力も尽くしたのを神様が、その足跡を神様が覚えていてはって、まず伴う知るとして、恵みとしてちょこっと味を見せたのが姪子の解放ですよ。信じますか。このように不思議なことが起きる。聖殿を建てると、神の教会を建てると、
まずそこは聖なる場所、神が名前を皆を置いて、神が御臨在して、神が礼拝を受けて、神様が統治する、この世にはない聖なる異なる神の権威と力が伴う働きが起きるんですね。信じますか？ですからメイコの運命が変わったの。それはメイコの信仰ではない、おばちゃんのリーシチェジの神に接触した信仰の結果だと悟りますように。じゃあおばちゃんがやったのになんでメイコが癒されますか？メイコが癒されないと一番迷惑かかるのがおばちゃんなの。韓国から連れてきて親代わりの責任者だから、一晩でも4回も5回も連れていて、いや返して、これを繰り返していると、今営業やってるのに、お店やってるのに、一晩で4回も5回も呼ばれたり戻すように頼まれたり、まだ連れていて、仕事もできない、寝ることもできない、お互い様、こんな日々が続くと考えてみてください。これが一発で解放できたのは、世にやる力ではなくて、世にはない神の権威と力であると認めて信じる必要がありますよ。自分にできないことがあれば神の方でやるべきですよ。アーメンです。神に喜ばれる信仰を見せると、神様が働き出したら、人間にできないことが、病院で、学校で、お医者が、いや金持ちができない、いろんなことが神様が働いたら、簡単に一発で解決できますよ。信じますか？信じるべきですよ。アメン。和歌山へ行くときに、関西空港に飛行機で行ったの、サモニンと。関西空港にちょうど着陸する寸前に、夕日、落ちる夕日がちょうど地平線にかかって、色が赤く染まったときに、すごい綺麗だなと思って一瞬見たときに、この辺に縦に垂直に虹が一本立っていたの。夕日を見るつもりだったんだけども、その隣に虹が立っていました。牧師の心を捉えたの。虹を見る瞬間、私は思ったの。創世記9章の16節、雲の間に虹が現れると。主なる神が世と世にいる生き物すべてにおいて立てた契約を主が思い出す、心に留めるという意味で。アメンって言わないね。私はその絵を見る瞬間確信を持ったの。よし、神の約束が今回実現するんだという確信を持って関西に降りた。主がこのように伴う印だったの。伴う印を、そうすると確信を持っているの。例えば今日、ずっと祈って見言葉をくださいと、僕いろんな形で確認するの。これが今日伝える言葉ですかと、それで印をくださるの。そうすると確信を持ってはっきりはっきりと語るんですよ。なぜ？印は伴い、神様は約束を守るからです。アーメン。じゃあ神様と世にいる人間との間に正しい関係が結ばれると、神が働くんです。神が働いたら、今までできなかった、今からもできない、そして永遠なる問題まで神様が解決してくださり、ハレルヤ。不思議なことが我々には当然のように伴う常識になるわけ。常識に、お医者も病名も分からない、相手にしてもくれない患者さんがイエスの皆で祈ったら一発で治る、これが我々には常識なの。皆さんは他人事かもしれませんが、ご本人たちにしてみればこれは運命が変わる話なの。まず本人とリーシュジ、リーシュジはこの名子が治らないと一生死ぬまで重荷なの。死ぬまで面倒見ないといけないから、死ぬまでの重荷を一瞬に解決してもらったの。考えてみればすごい大きいの、本人たちにおいては。皆さん考えてみてよ。夜も立ちっぱなしで、幾日も寝ることもできない、そういう状態にあるんだったら、皆さん自分手が動かなくて、顔も洗わない、髪切れない、運転どころか
こういう病気にかかってずっと死ぬまで続くんだったら、これはもう致命的な呪いですよ。そうじゃありません。それで面倒、死ぬまで見ないといけない、おばちゃんの方も大変だし、大変だし、仕事もできないし、それが一発で解決、一発で。神様が溜まっている時と働く時がありますよ。2015年は神の沈黙を招いてはならないと、神様を休ませてはならないと、どん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 呼びかけて、どん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 求めて、神が実際に休まず働く年を迎えなさいと、地のあって選挙協会連合に神様が約束したはずなんです。信じますか？生きておられる神様が私たちと共に働き、約束を守り、皆さんの運命そのものを変えてくださる神が先頭に立って働いてくださる年を我々は今迎えています。実際にこういう祝福を受けるべきです。祝福を受ける方法が聖書にあるし、まだその反対のことも、例えば痛み、苦しみ、呪いに入る、そういうことも聖書ははっきりと語っています。聖殿を建てることはイスラエル民族を通して始まったんです。イスラエル民族はエジプトに住んでいたときに、そこから救い出されて、エジプトの奴隷生活から救い出されて、神の民として生き始めるようになった。導き出された場所がアレノで、アレノ、ハレルヤ。全く人生に興味がない人、じゃあ目を覚ましてよく聞いてよ。人生は無駄に流しちゃいけないの。後にあって悔いても始まりませんから。地獄と天国がある話ですよ。ハレルヤ、うん、アメン、うん、もう皆さん、見えない人は見えないから大丈夫だと思ってるの違う。全然ここにいる金門な執事が教会来てから夢を見たそうですよ。これは余談だけどね。こんな大きなコブラのような蛇が、頭がこんな大きい、皆さんの頭3つぐらい、蛇の頭がこんな大きい、体はこんなある、あるでしょ、こんな蛇、こんな蛇がね、何、七福神、日本に七福神とかあるでしょ、七福神、え、あ、七福神とんでもない神の名前だから、うん、七福神だって、彼女の家に今まで行ったのか、こんな頭の大きい蛇がね、彼女の家にいたの。しかし彼女がイエス様信じて、そのサタンを拝まない生活になったから、サタンの象徴であるこんな蛇が、彼女がサタンを拝んでいた時の蛇が大きくなったの。彼女が一生懸命拝んだみたいね、サタンを。しかしもう教会来てサタンと手を切ってイエス様の子供になったら、彼女がサタンに何にも与えないようになったら、蛇が永久に食べることはできなくなる。ですからこのままこの家にいたら蛇が滅んでしまう。だから困ってる状態で七福神が現れて誘い出したって、それを、その蛇を誘い出してくれてあげたら、蛇が喜んで、ああよかった、この家から出ていくと俺は助かるんだと。なんで七福神サタンを拝むその神のところに行くから助かると、彼女の家から逃げていきながら喜んでいる顔を見たそうですよ、蛇の顔。こういう話を牧師はするのね。なぜ？これは霊の現実なんですよ。霊の現実、霊的なことを知らない人にこういう説教する牧師は人気がないんだよ。なんで？変なこと言ってると。陸の世界しか見てない、理性的な水準を超える、霊的な水準にたどり着くことができない人々はこんな話を聞いたら笑われる。しかし実にある話です。アメンです。じゃあなぜ？それによって運命が変わりますから。霊の理施設の名子が見た目では何にも変わってない、牧師の前の目の前で手を置いてイエスの皆で祈っただけなの、何にも変わってない、手術もしてない、薬飲ましてない、なのに目に見えない世界が変わったら全てが変わる。ハレルヤ。顔も自分で洗えなかった名子が運転して現れたら
驚くでしょ。驚かない。ああみんなこの無表情どこから来たの。この無表情はどこから来たの。みんな一緒に喜んで、ハレルヤ。皆さんの人生も天国でおめでとうと、天国でおめでとうと祝ってくれる、それも永遠に、そういった人生になりますように、イエスキリストの皆で祝福いたします。じゃあ神様が信じますと言えば、分かった、何でもかんでも祝福してくださることはまずありませんね。今日読んだ聖書6節以下を見ると、6節から11節まですごいことが書いてあったんですよ。あなた方はたくさん撒いても借り入れは少ない、食べても満足できない、飲んでも酔わない、服を重ねてきても温まらない、金を稼ぐ者がたくさん金を稼いで袋に入れたら、その袋は穴が開いちゃってる、全部いつの間にか持ってしまう、たくさん稼いで家にたくさん持って帰ったら、いつの間にか神様が全部吹き飛ばして全部飛んでいっちゃう、あまりがない、天は露を降らさない、畑は産物を出さない、こういう呪いの状態になるのが神様がそう働くからです。神様がイスラエル民族に、神の民だと選んだイスラエル民族に、神様はこういうふうに働くのと、こういうふうにイスラエル民族が仕事すれば神様が吹き飛ばすの、それを、その結果を。なぜそうなのか。名前はイスラエル民族、神の民だけど、神の民が神の国のために生きないで、自分の家にいつも早い、いつも自分のことを優先的に考える、神のことは二の次、心配しない、でその神様がこのようにすると、このように、だからあなた方は神の聖殿を立て直さないまま、この立て直さないまま、直さないままに行くと、神様は継続して吹き飛ばすしかないから、継続して干ばつを送るしかないから、早く今という今のうちに山に登って木を切り出して、神の聖殿を早くまず作りなさいと。そうすれば、あなた方が神の聖殿を作るために、聖殿の元井を置く、元井の石を置く、その瞬間から思い出してみてよ。それより前と、それがあってから、それ以降のあなた方の人生がどのように変わるか見てみなさい。その日から私はあなた方を祝福すると、二章の15節から19節までで祝福を約束しています。ハレルヤ。イエス様信じますから、これでいいと思ってたらなりませんよ。神様に喜ばれるのがあって、喜ばれないのがある。喜ばれることをすると、今度は天国にそれがまず記録される。足音として、足跡、生きてきた根拠で、根拠。それが神の聖殿のために優先になった人は、おめでたよ、おめでたよ。ハレルヤ。こういう結果になる。そして神様は言葉で終わりませんからね。絶対言葉で終わりませんよ。まずこの世で印のような結果を見たとおり必ず祝福するの。それから天国では永遠にそれが、我々が天国で、ね、このクレイドガのクレイドガ。天国でもあの端っこに生きる人がいれば、だん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 上のクラスに行って、イエス様の近くに生きる人があるの、天国でも。それは全部この世でどう生きたかの、その足跡が基準になって、天国での永遠なる暮らしのレベルが決められることを悟って信じますように、イエスの皆で祝福いたします。アメン。マク、うん。
アレノに導き出されたイスラエル民族は、アレノだから飲む水も食べるものもない、草一本も生えてない砂漠なの。なのに神様が命じたのは、まず飲み食いするものを何とかしろと命じてない。まず幕屋を建てなさいと言って、神の聖殿を建てるように、幕屋を建てなさい。で、幕屋を建てたら砂漠で幕屋作りをまず優先的に命じたんですよ、神様は。それを建てたら雲の柱と火の柱がそこに現れて、神の幕屋がこの世のいかなる場所とも違う聖なる特別な場所であると示しておられたの。すなわち神様がそこにご臨在くださることを見せておられたの。それでイスラエル民族は神の権威と力によって生きるようになって、その聖幕、幕屋の聖殿でイスラエル民族の代表者と神様が交わりを持って礼拝を受けながら、神様はイスラエル民族にこの世にある食べ物を用意されずに、天からのマナを降らして特別な生活を誘導されたんですよ。特別な力で。アーメンできます？これが大したものに見えないか見えるか知りませんが、考えてみればこの世にないものの、この世にない神の力が働くところに意味が大きいの。アメン。神様と、世を作ったこの世にない神様との関係が結ばれること、そしてその神と共に生きること、それでこの世では解決ができない問題も神によって解決ができる身分に自分が生まれ変わろうと、そしてついには神の国を受け継ごうと、これがすごい大事なことなの。すごい大事な。アーメン。この世では栄華誉れを極めて楽しむだけ楽しんで、思いっきり生きた人々が陸を去る瞬間に、最後は水いっぱいくれと頼んで、最後は水いっぱい飲んで、すべてを、栄華誉れを全部置き去りにして、あとは地獄の火の中に入って、今熱、今もう水ぶれを頼んでる、水ぶれを、水が一滴もないからよ。またい、ルカの中6に、ルカの中6の23節以下にありますでしょ。水が一滴もないところへ行って火の中で苛まれると、そういう人々は。しかし皆さんと私はイエスの皆によってイエス様に結ばれて、さらにイエス様が喜ばれることをすると、神の保護と慰めと働きの中で、この世でも人間の世界では解決ができない問題まで何かある時に解決してもらって、世を去る時には神の国にそのままこっそり移される人になるんじゃない、ありません？ですから聖書は言ってますよ。こういう素晴らしい、神の幕屋をまず作りなさいと言ったのは、神がそこに名前を置くような、神の皆を置くためですよ。アメン。聖殿を作れというのは、神が名前を置いて、神がご臨在くださり、神の権威と力によって我々を慰め、保護して、守って、導いて、祝福して、それから神様とのやり取りができる生活を今ものうちも永遠に継続させてくださるためだと。これが聖殿をまずあれので全てに困っているのに、それでもまず聖殿を建てるべきだという、聖殿を建てされた理由が、神様が我々の人生に入ってきてくださるためだと。信じますか？信じますように。何もない時だというところで人々はつまずくんですよ。今何もないのに通してできると、今度は人儲けすれば、それで あり余ったら、あり余った分をあげると。その時は来るのか、来ないのか。来ないんです、来ない。みんな主に、アレノの状況で、アレノの状況で農業が豊作になれば、その時作りますとか。何もない、草一本も出ないところで、収穫はたくさんできれば、支えますとか、幕屋作りますとか、こんなこと言っていれば、神様との接点がもうないんですよ。アーメンです。
こういう状況でまず幕屋作ると言ったら言われたら、はいアメンと言って作ったの。そしたら雲の柱と火の柱が現れたんですよ。すなわち神様がそこに来臨在くださったという意味ですよ。アメン。そしたら40年間砂漠にいてもマンナと岩から出る水によって神様が岩から水を出して天からマナを降らし、40年間切るものも吐くものも食べるものも飲むものも足りること、足らなくなることはなかった。すべて満たしてあったんです。神と共に生きる特別な空間、この世にはない方法、神の権威と力によって生きる聖なる、聖なるとはこの世にはないという意味ですよ。神の方法やり方で生きる神に直結するもの、これが聖なるだから、聖なる聖殿を建てると神と共にこの世においては解決ができない生活がスタートできるなという意味です。信じますか？ですから聖殿を建てることはすごい大事なことなの。イギリスの聖教徒たちが信教の自由を求めて弾圧を迫害を受けないで自由にイエス様だけを重んじて信じる信仰生活を求めていたのがアメリカでしょ。アメリカもその時は荒れ地でしたよ。皆さん映画でよく見たでしょ、西部劇見るとアメリカの荒れ地覚えてます？一人同じ言ってますね。毎晩見たんでしょ、西部劇ね。西部劇見たら馬に乗った人々があのアメリカの、荒れ地をとことんまでも走っても走っても馬を走らせても終わりがないでしょ。終日を昼夜、終日を昼夜、そういう荒れ地なのアメリカ。そこへ行って寒いし、11月でしたから、11月のアメリカの 東部地方はもう寒いし、それに食べ物も飲み物もないし、こういう一番環境的な悪い環境の中で彼らは自分たちのために家を作るのをまずやらなかったの。格好を作るのもまずやらなかったの。まずやったのは何かというと教会の聖殿、礼拝堂を作ることです。まず礼拝堂を作ったのはまず。なんでそれが人が生きるのに一番重要なことだから。人が命を与える、祝福を与える神様と共に接点を持って生きる、神の保護の中に入って人が人にはない力で生きる、それも永遠に生きる一番重要な、仕事だから、住む家を作る前にまだ家は天幕で住みながらまず教会を作って、その後家を作って、その後学校を作って、こういうふうに、こういう信仰によってアメリカを建設、アメリカ建設の元を置いたら、元石を置いたらアメリカが偉大な国と短期間で発展するだってきたことは、天の神の神が閉ざしてた杖を再び振らした結果だろうと信じますように、イエスキリストの皆で祝福いたします。アメン。皆さんのご存知の有名なアメリカのロックフェラーは53歳の時に死に至る病気にかかったと。その時自分が仕事が忙しくなり金稼ぎが豊かになったら仕事の方に信仰生活より傾いた生活に気づかされて、それを悔い改めてまず自分の個人的な金を使ってまず教会を建て始める、教会を建て始めて、彼が死ぬまで4900以上の教会を建てたと。いつの間にか死に至る病気は治り、会社もそれまでより会社も2倍以上繁盛し、53歳で死に至る病気にかかった人が98まで長生きができた。偶然ですか、あるいは神様に喜ばれると、喜ばれることをすると神様が栄光を得ると言われた今日の本文の8節の言葉の結果であるかを皆さんは考えてみる必要があります。アーメン。
聖書はここにある記録通りに今も実現してますよ。今も。ですが聖書は時がたくさん流れても修正する必要はないの。修正する必要はないんですよ。ずっと同じことがずっと守られますから、同じことが起きますから。神様は変わる神様で、変わらぬ神様だから。信じますか？アメリカ人の神様は日本人の神様でありますよ。ある日本人のクリスチャンたちは、日本では日本人にはこういうふうに教えるべきだ、日本人はこういうふうに信じるからとか、勝手にしなさいよ。私は日本人にもアメリカ人にも同じことを言います。カナダ人にも同じことを言います。韓国人にも同じことを言います。聖書は一冊で世界の諸民族を相手にしてますから。信じますか？聖書がうちの教会でも実現しましたね。3年前、外神田の6丁目で、新橋の6丁目にうちの教会が引っ越してくる前に牧師が説教しましたね。聖殿を建てよう、その時も説教しました。早くこれを説教しろと神様に言われたの。なぜ？早く説教して、うちの信者たちに神の祝福のチャンスをつかむように、チャンスを与えないと、見えないところで悪いものが来て、このチャンスをそーっと奪っていくという啓示を私も見たし、他の人も見たから、説教したくなかったんだけども説教したの。それは皆さんに聖殿を作りなさいという意味じゃなくて、チャンスをあげるために説教しただけなんですよ。今も同じ気分で説教します。昨日の夜までずっと考えてなかったの。他のことをちょっと伝えればいいと思ってずっと祈ったら、最後の最後に神様がいきなりテーマを変えて、これをなんで説教しないのかと、それで思い起こして、まだ悪いものが祝福を受けるチャンスを他のものが奪っていってもいいのかと、主がおっしゃいました。銀も金も私のものだ、異邦人の国々のものまで私のものだ。神様が必要とすればノンクリスチャンたちの金まで集めて仕事することができるんだ。しかしそれは2番目3番目の選択肢だ。なぜ？まず私の民、私の子供、神様の子供にまずチャンスをあげるべきだ。アーメンですか？それで今日、それでまだ夜まだ祈ったの。嫌だから、まだ祈っても、朝まで祈っても、神様今日これをはっきり伝えなさい。それで今100日しか残ってないぞと、100日しか残ってないのにはっきりと宣言しないとどうするんだと言われて、今日はっきり宣言します。はっきり宣言しますよ。ここに来る前のことを明かしながらこれを伝えなさいと。ここに来る前に信仰によって神の聖殿一点のために最善を尽くして頑張ってくれる。最善を尽くして、まず今うちの教会の信者の中にも、本当にこれ退職金を20年分を前借りして、公務員辞めれば受ける退職金あるでしょ、それを20年分を前借りして生産してもらって、神様にそのまま聖殿行ってのためにお使いくださいと捧げたいと。何これ、退職すればどうなの、退職すれば退職金もないのにどうするのと心配でしょ。心配がないからじゃなくて、あり余ったから捧げたんじゃないの。心配だよ、何もないから。しかし捧げたの、信仰によって。まず神の聖殿のためにお使いください。ああ、私牧師もちょっと大丈夫かなと。そういう信仰があって、本当に信仰によってやったならばいいけど、信仰なしにやったら困るんだけど、どうしようと思った。しかし後から分かったの、後からこういう報告が来たの。ねえ牧師、すごいことが起きました。55歳で定年退職なのに、それが今まで変わらなかったのか、ちょうど今その後10年伸びて65歳まで退職が伸びたの。10年間仕事がもっとできるようになったから、退職金よりももっともっと何倍も大きな金稼ぎができるようになったと。
捧げた退職金よりももっとあと10年働けばそれより何倍も何倍も金を稼げるようになるから心配ない。心配してくださるのは神様だから、私たちは信仰があるかないかそれを心配すべきですよ。アーメン。信仰を見せた後の問題は神様が心配しますよ。責任取りますから。信じますか。捧げうるものをたくさん持っている中で捧げたんじゃないの。これを捧げれば退職したら何もない、退職金もらえない、あと通して生きていくの本当に心配なの。その中で捧げたのこっそり前借りして 20年分を前借りして生産してもらって捧げたの前借りして、あ、ね、世にも珍しい信仰ですね。こんな信仰も見たことないの。でも神様が見ていて、ちゃんと神様が見ていてこれを報いてたの。定年退職を10年も延ばしてもらう、今まで変わらなかった法律がちょうど今変わったのは何ですか。ハガイ2章の中古説で言ってますよ。今までのことを心に留めておいて、それから今日からどうなるかそれも見ていなさいって。ハレルヤ。信仰を見せてからと見せる前が運命が変わるって話ですよ。神様を吹き飛ばしていた人の財産を今度は神様が集めてくださるって意味ですよ。信じますか。また外の人の墓石を、外のうちの信者じゃない、アメリカに住んでる人なの。この人が、うちの信者の親戚だからこういう話を聞いて、この人はね昔稚魚やっていて金を結構たくさん儲けていたの。でもいきなり稚魚が破綻になって、稚魚破産ね、稚魚破産。それで住んでた家からも追い出され、家も全部あげて明け渡し、家からも追い出されて、クリーニング屋で仕事しながらそこで寝泊まりしてる。もう社長だった人が、社長だった人がクリーニング屋で寝泊まりしながらバイトして、そこで給料もらって生活してる人なの。人生がこう転落した人なの。この人がそれだけじゃない、アメリカの銀行に死ぬまで仕事して返しても返しきれない大きな借金があると。死ぬまで返しても返せない借金があるそうです。こういう状態なのに週休制で働いてバイトして手元に9万円か10万円くらいの金が毎週入るの。それをその中から約6万円から7万円くらいを毎週うちの教会に仕送るの、献金してくるの。皆さん10分の1だって和歌山で聞いたの。10分の1から10分の1を支えたとか聞いたら、うん、競馬やるときにやるでしょ、じゃあ10分の1から10分の1って言ったら一人が手を挙げたの。10分の2って言ったらある人は全部と。それで私は言いましたね、ここにイエス様よりも偉大な人がいるんだね、全部捧げたという人がいるの。それは自分の心を偽ってる、だからそれは嘘でしょと。じゃあ正直に言って10分の10を全部捧げたと、これは偽りだと告白したんですよ。偽りなく言いますが、10万円くらいもらった金から6万円から7万円自分の生活に少し小遣いしか取っておかないで全額神様に捧げたの。それを10ヶ月間継続したんですよ。皆さん考えてみてよ、これは信仰なの。社長だった人が人のクリーニング屋さんで寝泊まりしながら仕事してもらう給料の 10万円くらいで7万円前後を毎週送ってくるの。教会移転しなさいと。いやーすごい信仰だな。この人はうちの EMC の歩み、ある EMC の歩み、中南分化でこう収めたやつ、EMC の歩み、うちの教会作ってから今まで来たのを少しずつ紹介した映像がある、ね、
毎日それを見ながら恵まれて、それだけ。日本語だから言葉も聞き取れない、その映像を見るだけで恵まれて神様に祈りながら信仰生活してる。すごい信仰の持ち主なの。10ヶ月間この人が刑場来て送ってきた。その後教会は引っ越してここに来たんですね。それから証が聞こえてきた。それから時間が経った時にアメリカの銀行から連絡が来たの。連絡が来て、ミセス・キム、あなたの借金はこれだけ返金、返していれば、返してくれれば、あとは全額免除です。ありえないこと起きた、ありえないこと。死ぬまで返しても返しきれない金を、気持ちだけで、これだけ気持ちだけ表せば、あとは全面免除してあげるという話が来たの。信じられないから、この人が銀行に駆けつけたの。で、担当者じゃなくて、頭取呼びなさい、頭取。銀行の頭取に会わせてくれと。嘘ついたらダメだよ。頭取に会わせてもらって、こういう話を聞いたんだけども、どうしたことですかって言った。いや、その通りです。気持ちだけ表せば、あとは全額免除し、チャラにしてあげますよと。いくら考えても、ありえないことは起きたの。みんな一緒に、いくら考えてもありえないこと、これは神様には簡単にできる、神様には簡単にできることですよ。信じますか。パラオのエジプトのパラオがイスラエル民族を手放すはずがないの。なんで430年間奴隷として使ってたから、なんで手放すの。これよ。しかし神様が働きかけたら、パラオが降参して、ああ、手放す、手放します。またパラオの心が固くなれて、いや、ダメです、行かせませんと言ったら、また神様が働いたら、パラオがまた降参して、ああ、手放します。10回これを繰り返して、あとは、エジプト人のウイゴを全部一晩で撃ち殺したら、パラオが最後に手を挙げて、全部連れていってくださいと。サタンのように、つるがしこくて強くてかたくななパラオが神の十回の働きの前で完全に打ち砕かれて、イスラエル民族は、はい、どうぞ、宝物まで服までたくさん持たして手放した。神が働いたら、430年間ためだったことも一瞬にして変わってしまうと。信じますように、イエスの皆で祝福いたします。今これは一部を明かしただけですよ。なぜ牧師は全部言わなくても、神様の国に大きな足跡がたくさんついていますが、なぜ神様が見た通り聞いた通りおめでとうと皆さんの人生を祝福して、それも永遠に神の国で、神の国で宮殿のようなところで住むようになりますから。神の国の宮殿といえば、この世のこの隣にあるああいう皇居、あれはね、天国のトイレぐらいでもないの。天国にはトイレがないのよ。勘違いしないで。あ、牧師が、うちの牧師が説教の時に天国にもトイレがあるとかな。ありません。ありませんけど、例えば天国にトイレがあるとしても、天国のトイレぐらいにもならないって意味ですよ。例えです。アーメンですか？よく聞いて。天国は、一番端っこでもこの世のとこよりも素晴らしいの。そこで宮殿といえば、もう皆さんと私のこの目ではね、この目がおかしくなる、高骨すぎて。ハレルヤ。うちは今100日作戦を宣言するようにって言われて、100日作戦な、作戦戦闘のための作戦なの。100日ぐらいが残ってます、今。4月いっぱいまで。100日。断食、祈り、いろいろ。100日の間に、神の技を見ることになります。100年。まずチャンスをイスラエル民族に、まずチャンスを神を信じる者に、まずチャンスを血なって選挙協会連合に、まずチャンスを与えて、それから、それでも足らなければ神様が、諸国の
財宝まで神様がもたらして神の栄光を神の聖殿に満たすようになると、以前の栄光より後の栄光がさらに勝ったものになると、皆さんハガイ二書の6節から10節の間で神が約束してますよ。私は確信しますか、誰を用いてでも神様は今よりきっと素晴らしいところへ神のご自分のために聖殿を移転してくださることになります。そこに用いられる人になりますように、イエスの皆で祝福いたします。アーメン。そして天の御国に皆さんの人生がめでたいように記録されていきますように、イエスの皆で祝福いたします。アーメン。前回神様に支えた人々、牧師が計算もしないでそのまますごい聖なるものに全部乗せて高い山に登って神様に全部捧げてスーッと降りてくるのを疑っていた人々は見たね。疑っていた。疑う人には神様はそういうのを見せてはったの。皆さんの行い一つ一つを牧師が全部集めて高い山に登って聖なる山に神様に捧げて、神様がそれを全部見てる。今から皆さんの人生に神の栄光が現れますよ。天国に行けば、私が捧げたのはこれぐらいなのに、こんなすごいものが待ってるのを見てびっくりしてね、ある人は、まさかこんなすごいのが自分の家だと思えないから端っこ行って一生懸命探すの家を、それでもそこにないの自分の名前が、それで迷ってると天使が来てどんどん、あんたの家はそこにない、ここだよここだ、連れ戻されたらこんなすっごいものが自分の家になってる。いつこういうのができたのか、自分はこれしか捧げてないのに、神様は枯らした種一粒、枯らした種一粒のような信仰にも神様は天国をもたらすとありますよ。信じますか。信仰に何をやってもやりたいと思うならば信仰によってやって、信仰によってありったけのものの中で最善を尽くしてやれば認められますよ。認められると喜ばれたら神の栄光が現れ、神の栄光が現れたらこの世にはない神の権威と力によって皆さんの人生が潤され、慰められ、癒され、満たされていくようになるはずですよ。信じますか。ですから100日作戦を今日から宣言しますから、まずは祈りをはじめとして、祈りは毎日の祈りの中で、まず30分間は聖殿営のために祈ります。誰でも場所が離れていてもそこで祈ってください。それから日曜日の場合は特別、皆さんが霊的に育ってみますからね。これだけじゃなくて皆さんが日曜日すら集まって声出して祈らないと、もう本当に祈り自体ができない人がいっぱいいますよ。ですから日曜日は5時半から6時まで、みんなで特別集まって祈りますから、一旦帰った人も5時半まで間に合わせて来た方がいいんですよ。アメン。それでこういう時に祈る力をつけた方がいいです。アメン。それでもちろん祈りのテーマは聖殿移転ですよ。それでみんな一斉になって、皆さんが祈って霊的にも強くなるし、それで神様の力と祝福にも入るような、そういうふうに。ですから100日祈りだとテーマを決めないで100日作戦ですよ。で断食とかもありますから、それは個人によって、もうそれは、やり放題だから決めたりはしませんが、感動によって共に行えばいいですよ。いいですか。そうすると最善を尽くして信仰を見せると、主が働いたら私たちはもど今まで我々と働いた結果よりももっと素晴らしい結果を神様が、見せてくださるようになりますよ。ハレルヤ。皆が信仰が起こされて、信仰が燃えるようになって、皆が本当に神の約束の中にしっかり入って生きる日々に悔いがないように、イエスキリストの皆で祝福いたします。アメン。